夫を胃がんで亡くした私は、女手一つで必死に娘を育ててきた。そんな娘がついに婚約者を連れてきたのだが、実は僕の父、医者なんです。彼の神妙な面持ちが意味していたのは、私の名前は尾崎明美、49歳。今年で25歳になる娘のエリと女二人で生きてきた。夫の刑事さんとは学生時代からの付き合いで、真面目で正義感も強く仕事熱心だったが、昔から体が弱かった。プロポーズする時だって、きっと僕の方が先に行ってしまうだろう。でもそれまでは全力で君を守るよ。と言ってくれた。だから私自身も最初から覚悟を決めていたはずが、彼がこの世を去るのはあまりにも早かった。今から14年ほど前、エリがまだ小学6年生の時、刑事さんの胃上部に胃がんが見つかり、私も必死に支えながら回復を願ったが、日に日に体力を失い、エリを抱きしめる力もなくなっていく姿を見るのはつらかった。すでに胃を半分以上残すことが困難と判断され、緊急で全摘手術を受けることに。彼自身も危険な手術だと分かっていたのか、何かあればエリを頼んだよ。消えるような声で手術室に入っていったのが最後の会話になってしまった。手術中に異常が発覚し、その数時間後に息を引き取ったのだ。もう物音一つしない夜の病院で、私は手術を担当した医師にすがりつくように泣きついていた。全力は尽くしましたが、そんなあっけない言葉と、私のすぐそばで号泣しているエリ。今にも心が折れそうだったが、脳裏によみがえる夫の言葉に支えられた。受け入れて生きていくしかない。それからはエリとの時間も大事にしながら、一心不乱に働く日々を送った。エリもあの人に似て真面目に育ってくれたし、専門学校を卒業して美容師になってからも、お母さん一人じゃ寂しいでしょ。今でも実家から働きに出てくれている。母親として心底嬉しかったが、エリもそろそろ結婚してもいい年だろう。でも私が口を挟むのはなと思っていた。ある時、いつもより遅く仕事から帰ってきたエリは、珍しく何も言わず旦那の仏壇に座ったかと思うと、しばらく手を合わせていた。どうしたんだろうと見つめていると、エリは急に私の方を向いて、お母さん、運命ってあるんだね。私近いうち結婚すると思う。やけに落ち着いた声で言い放ったのだ。昔から突拍子のない子だったが、一度言ったことは取り消さないエリのこと。きっといい男性と出会えたのだろうと、驚きよりも胸が熱くなった。あら、そう。じゃあまたお母さんにも紹介してね。私はそう言いながら、これまでの過去を振り返っていた。いろいろあったけど、ここまでやってきましたよ。あの人に胸の中で伝えながら、それから3ヶ月もしないうちに、エリは本当に例の運命の人をうちに連れてきた。はじめまして、西山雄大と言います。今は弁護士を目指して勉強中で。緊張しながらも、私の目を見ながら頭を下げてくれる雄大君。一瞬で彼のことを信用できると思ったし、エリのことも任せられると感じた。そんな雄大君は弁護士を目指し、今は司法修習中らしく、来年には正式に弁護士になる。偶然エリの勤めている美容室に訪れたのがきっかけで意気投合し、その日のうちに食事に行ったそうだ。
なんともドラマみたいな話だが、仲良さげに二人で話している姿を見ていると微笑ましかった。その調子じゃ両家の顔合わせも近そうね。私は冷やかすつもりでそう言ったのだが、途端に二人は顔を見合わせてしばらく黙ったかと思うと、僕の父は医者なんです。雄大君は伏し目がちにそう言って、エリは遠くを見るように夫の仏壇を眺めた。この様子を見るに、きっとエリは夫が手術がきっかけで亡くなっていることも話しているのだろう。気にする気持ちもわかるが、これは二人の問題。気にしないで。でもすごいわね、お医者さんだなんて。私はできるだけ空気を変えようと努めたが、雄大君の表情はより深刻になり、すごくないですよ、あんな父親。ぼそっとつぶやいたのが気にかかった。結局その日は簡単な挨拶で彼は席を立ったが、帰り際に、両親や兄とはもうしばらく会っていませんが、エリさんとの将来を考える上で一度ちゃんと話しておこうと思っています。もしかするとご迷惑をかけるかもしれませんが、会っていただけると。そう言って、やけに改まって頭を下げたのだ。もちろんよ。私はそう言って雄大君を見送った。そしてエリもどこか覚悟を決めたかのような表情で、あの人と私が出会ったのは運命だと思うの。お母さんにはまたちゃんと話すから、その時は聞いて自由に判断してほしい。そう言って自分の部屋に戻っていった。雄大君が家族と仲が良好ではない感じは察したものの、こっちも母子家庭、いろいろと一筋縄ではいかないと不安になる気持ちはわかるが、それだけではない二人の妙な覚悟に胸のざわめきを感じた。そしてそのざわめきは私の予想をはるかに上回ることに。それからしばらくして雄大君の両親と顔合わせの機会が設けられた。二人が予約してくれた料亭へエリと向かう道中、エリはやけに緊張した面持ちで、お母さん、もしかしたら今日嫌なことを思い出させるかもしれないけど、ちゃんとケリは私たちがつけるから、とつぶやいていた。そのあまりの気迫に圧倒され、これから一体何が起こるのかわからないまま案内された部屋に入った。そこには背筋を伸ばした雄大君と、すでに飲み始めている彼の父、それにお酌している母の姿があった。さすがは医者、腕時計もキラキラ輝いていたが、何よりも驚いたのはその第一声だった。おや、お母さんお一人ですかな。父親がそう尋ねてきたのだが、その表情はすでに私が母子家庭であることを察した上で聞いているような感じだった。父は他界したので。エリはそう突き放すように返事をして、そそくさと席に着いた。早速不穏な空気が流れる中、私も席に着いたのだが、目の前に座る雄大君の両親はまるで私たちを笑い者にし続けた。まったく、雄大がどうしてもと言うから来たのに、こんな庶民を紹介されるとはね。まあ、医者になれなかったあなたにはこれくらいがお似合いかもね。両親そろってそんな口ぶりだった。雄大君が二人を嫌う理由もすぐに分かったし、彼の兄が父の背中を追って医者になり、二人はその兄を可愛がってきたという背景もなんとなく理解できた。ふっ、結婚なら好きにすればいい。でもこんな底辺の血筋はいらないから、婿養子でも何でも工夫してくれ。一方的にわめき続ける両親を前に、エリと雄大君はどこか呆れたような表情で見合わせ、父さん、別に結婚の許可を得に来たんじゃないんだ。僕らは父さんや母さんの許可なんてなくても勝手に結婚するからね。雄大君がそう言った後、エリが睨むように、
西山茂さん、私たちのこと覚えてませんか？そう彼の父に聞いた。エリの言う私たちに、私が含まれているわけはわからなかった。同じく両親も全く見当がつかない様子で、貧乏人の顔は覚えない主義でね、と笑いながら立ち上がり、ま、ここの会計は私がしましょう。それじゃ、うちの出来損ないの次男をよろしくお願いしますよ。見下すように、そう吐き捨てたのだ。着座している私が、その表情を見上げたとき、一瞬で記憶がフラッシュバックする。まさかこの人。じゃあ、医療ミスで訴えてもいいんですね。エリは二人を呼び止めるように、そう叫んだ。しかし、二人は少し黙った後、大笑いし、この私が医療ミスなどするわけがないだろう。それに、たとえしたとしても、それはミスではなく、偶然だ。ふん、できるものならやってみなさい。そう言って部屋を出て行った。残された私とエリ、そして誰よりも怒りに満ちた雄大君は、やはり覚えてもなかったんだ。机の上で握り拳を作っていた。ねえ、エリ、もしかしてあの人？震える声でそうエリに聞くと、私の手を握りながら話し始めた。それは知りたいような、知りたくなかったような。とにかく私がこの数十年ずっと考えないようにしてきたことだった。お母さん、落ち着いて聞いてね。彼の父、西山茂は私のお父さんの手術を担当した医者なの。それも酒を飲んだ状態で実績のためにメスを握った最低の医者です。エリと雄大君の言葉は全く信じられなかった。しかし、さっきエリが言った医療ミスという言葉、そして雄大君の最低の医者という言葉、あれからエリを育てることだけに集中しようと考えないようにしていた。あの人の死因に対する疑問が再び浮かび上がり、それは真実となった。あの手術の日、僕は家族4人で病院近くの居酒屋で食事をしていたんです。そんな時、父のもとに代わりに手術を頼めないかと病院から電話があったんです。当時小学生だった僕もさすがに断ると思ったんですが。なんとあの男はそのまま家族まで連れて病院に向かい、偉大な父の背中を見ておけ。そう言って息子2人に手術見学させたというのだ。雄大君が覚えているのは、おぼつかない父の手元とけたたましい警告音。そして手術から数時間後、父に向かってロビーで泣き崩れる母親と自分と同じ年ぐらいの少女の姿だった。その二人を見た時、確信したんです。父はとんでもないことをしたって。もともと彼の父は家でいつも酒を飲んでは、患者の病気は金になる、次の院長は私だと豪語していたらしい。幼心に嫌悪感を抱いていた矢先に、あの光景を見て彼は決心したそうだ。僕も医者になって父さんを止めるんだって。でも医者になれたのは優秀な兄さんだけ。それでも僕は諦めずに、少しでもああいったことを減らしたいと弁護士の道を志したんです。もちろん雄大君も私やエリのことを何も知らなかったし、探しても見つかりようがないと諦めていた。しかし偶然にも入った美容室で、彼はエリの顔を見てすぐ分かったらしく、その日のうちに食事へ行き、すべてを話したという。私も最初は驚いたし信じられなかった。でも実はね、私あの時の医者のことをずっと引っかかっていたの。お母さんはあれから一度も口に出さないから、私も考えないようにしていたんだけど。そして二人は今日両親を合わせ一つ試すことにしたという。もし彼の父が私のことを覚えており、心から謝罪すれば、あの話を蒸し返すつもりはなかったと。しかし結果はあの態度。
あの西山茂は今もなおあの病院で医師を続け、金や権力だけを求めているという。私は何もかも信じられなかった。しかしそれ以上にこんな巡り合わせがあることの方が信じられない。エリは複雑そうな表情で、きっとお母さんは私のことを考えないようにしていたんだよね。言わない方が幸せかと思ったけど、知った以上私も黙っていられなくて、とうつむいたが、今度は雄大君が立ち上がったかと思うと、私の前に座り込み、本当に申し訳ありませんでした。擦り切れるような声で頭を地面につけたのだった。私は感情の整理がつかなかった。もちろん一番は怒りだったが、それを目の前の彼にぶつけようとも思わない。ただ私の夫の命を奪った男の息子が私の娘と出会った意味を考えようとしていた。今さら許されることではありません。ただ僕が弁護士になったのもあの男を止めるため。私たちはお父さんのために戦おうと思うの。でもそれがお母さんのためになるかは。いいわ。私は目の前に並ぶ二人の手を握っていた。理解は追いつかずとも自分がすべきことはわかる。あの人のためでも私のためでもないわ。あなたたち二人の未来のために戦いなさい。私はそう言ってエリと雄大君の手を強く握った。私の弱い力では二人を包み込むことはできなかったけど、不思議と私にももう一人分の力があるような心地だった。それからというもの、エリと雄大君は何やら忙しそうに話し合いを続けていた。私はただ見守ることしかできなかったが、医療過誤の裁判が難しいことや、あの男が一筋縄ではいかないことくらいは把握できた。実際雄大君はよくうちにやってきては夫の仏壇に線香をあげ、もし裁判になれば明美さんにも協力してもらうかもしれませんが構いませんか、と優しく尋ねるのだった。ええ、もちろんよ。あと明美さんじゃなくてお母さんでいいからね。きっと彼もずっと孤独だったに違いない。婿養子だろうが何だろうが、すでに私は雄大君を家族として支えたくなっていたのだ。そして数ヶ月が経った頃、やはり訴訟を起こす方向で話は進んだが、医療過誤の裁判は非常に難しいと雄大君が勤めている事務所の弁護士さんも言っていた。実際勝訴となる確率は 20% で、その理由には弁護士側にも専門的な知識が必要であることや、裁判では専門医の作った私的鑑定意見書が必要になるという。つまり協力してくれる医者が必要ということらしい。あの人の周りは金でも握られているだろうし、知り合いに医者なんていないわ。エリがそうため息をついた時、雄大君がそっとつぶやいた。こうなったら兄さんに頼むしかないか。え、でも。エリが驚くのも無理はなかった。雄大君の兄コウキさんは今父の背中を追うように同じ病院で研修医として働いているからだ。雄大君曰く、昔から頭脳明晰だが無口で何を考えているかわからず、もう何年も口を聞いていないとのことだった。すでに父さんの手の中かもしれないけど、話してみる価値はあるかもしれない。雄大君はわずかな希望に期待するかのような表情だった。それから数日後、雄大君に連れられ、私とエリは兄のコウキさんの家へ向かっていた。彼はその道中も何やら難しそうな書類に目を通していた。あの人にそっくりね。私は思わずそうつぶやくと、エリが少し照れながらうなずいた。でもね、エリもあの人にそっくりよ。真面目で正義感が強くて、一度やると言ったらとことんやる性格がね。雄大君が来てからというもの何かと忙しいが、エリと夫の話をする機会が増えて嬉しかった。そうかな。でも雄大と出会ってより許せなくなったの。大事な人が
誰かのエゴで命を落とすなんてあっちゃいけないことだもん。とにかく私はあの男に謝らせたい。お母さんとお父さんにね。そのためにも協力医が必要だけど。着いた。ここのマンションに住んでいるはずです。雄大くんが足を止めたマンションはいかにも無口でミステリアスな医者が住んでいそうなデザイナーズマンションだった。雄大くんも初めて訪れるらしく、3人とも緊張しつつ、どこか門前払いされるのではと怯えていたのだが。久しぶり、兄さん、少し話があるんだけど。玄関から出てきたのは銀縁メガネと白い肌がよく似合うイメージ通りのコウキさんだった。弟との数年ぶりの再会にも表情一つ変えなかったが、視線を私とエリに向けた瞬間、あなたたちは。目を大きく見開き、すぐ私たちを部屋に招き入れてくれたのだった。それから数週間後、私たちは西山茂が勤める病院にいた。ここに来るのは約15年ぶり。夫が他界した時以来。しかし通されたのは診察室ではなく、ドラマで見るような広々とした会議室だった。私とエリの連名で15年前の尾崎刑事への手術について話がしたいと西山病院宛に送っているから、相手も全てを察し、わざわざこんな部屋まで用意したのだろう。私の右にはエリ、そして左には司法修習も終え、無事に胸に弁護士バッジを輝かせる雄大くんが座っていた。示談にするか訴訟を起こすか、とにかくこの先はお母さんの判断に任せます。彼はまっすぐ前を見ながらそう言った。私もどうすべきか迷っていたが、内心ではただ謝ってほしいだけだった。しかし約束の時間より10分遅れてやってきた西山茂に全く反省の色は見られなかった。何かと思えばあの時の家族だったのか。まったく雄大も面倒な縁を引きやがって。謝ってほしいと思えないほど完全に開き直っていた。西山茂さん、今から15年前の手術に関してですが。そう切り出した雄大くんはすでに息子ではなく弁護士としての口ぶりで話を進めた。しかし父は一向に相手にせず、そんな昔のこと覚えてないし、何より医療訴訟の時効は3年だろ。そんなこともわからんのか。それに協力医だってどうするんだ。言っておくが、この病院にはお前らの味方をする者など。確かに3年ですが、その決算日は民法724条、被害者またはその法廷代理人が損害及び加害者を知った時からと記されています。なので2人の訴えは有効です。雄大君は冷静に切り返し、それに協力医ならすでに用意しています。背筋を伸ばしてそう言った。西山茂は再び下品な笑い声を出したが、扉から入ってきた人物を見てその表情を固めた。悪い、遅くなった。どうも鑑定意見書などの範囲で協力する西山美月です。淡々と頭を下げ、雄大君の隣に座る白衣の青年は目の前の父親に追い打ちをかけるかのごとく、例の尾崎刑事さんに関する書類です。いくつかの紙をずらっと机の上に並べた。な、保管期間はすでに過ぎているはず。一気に冷や汗を流し始めた西山茂に二人の息子はこう返した。僕が弁護士になったのも、俺が医者を目指したのも、あんたに憧れてたからじゃない。あんたみたいな腐った医者を止めるためだ。初めてコウキさんの家を訪れた時、彼は私たちの顔を見てすぐに分かったのだ。14年前の胃がんの。おい雄大、どうして。必死に探したけど見つからなかったのに。じゃあ兄さんももしかして。そう、コウキさんもあの時泣き崩れる私たちを見ていたのだ。父に失望したのとともに自分も医者になると決めたという。そして父と同じ病院でずっと監視し、告発のタイミングを見計らっていた。あれ以降大きな問題は起こしていないものの、自分の私利私欲のために患者を物のように扱う態度は悪化しているという。
もちろん14年前のあの手術に関する医療過誤の証拠も突き止めていた。あれは間違いなく手術中の血管損傷によるものだ。しかも当時の助手が告発しようとしたが、それを病院ぐるみで隠蔽した証言もある。騒がない遺族で助かったなんてことまで言っていたそうだ。無機質ながら医学書が山のように積まれた部屋で、コウキさんは詳しく説明してくれた。そして彼は弟と同じように、本当に申し訳ございませんでした、擦り切れるまで謝ってくれたのだった。しかしこの時、怒りよりも喜びの方が強かった。私の知らないところで、私やエリ、あの人のために戦っていた兄弟がいたことに。そして当然コウキさんは協力医として力を貸してくれると快諾してくれたのだ。どういうことだコウキ、お前は私の後を継ぐ優秀な医者だろうが。顔を真っ赤にしてわめき出す惨めな父親だったが、俺はあんたの後なんか継がない。同じ医者として、同じ血筋として心底軽蔑するよ、という長男の言葉によって完全にその場にへたり込んだ。一つの荒い呼吸以外、静まり返る会議室でエリが、お母さんどうする？と静かに聞いた。私は一歩ずつ踏みしめるように西山茂に近づいた。足元ですがりつくように、許してくれとわめく男に、私が言いたいことは一つだった。二度と医者とも父親とも名乗らないで。あなたにはどちらの資格もないわ。それから私は二度と西山茂に会わなかったし、お金だって一円も受け取らなかった。その代わり、私の希望通り、彼は医師の資格も父の立場もなくなったのだ。あの兄弟の協力によって、西山茂は行政責任を負うことになり、医師免許の剥奪、また雄大君はエリと結婚し、うちに婿入りしたのだ。コウキさんは海外の貧困地域でドクターをしながら、現地の女性と結婚し、国籍も移した。西山茂は妻とも離婚したが、両者ともに一人で生きていく術もなく、今ではどこで何をしているかもわからないとのこと。一方私は相変わらず家族と共に幸せな日々を過ごしている。エリと雄大君が家を建ててくれ、二人とも私の朝ごはんを食べて元気に働きに出ているのだ。そんな二人を見送ってからは私とあの人の時間だ。いつも守ってくれてありがとうね、刑事さん。私はそう言って夫の笑顔に微笑みかけるのだった。